ですね。すごいですね。いいですね、砂糖核。はい。菅井さんの車はさばけるでしょうかね、この後ね。車が光ってますけれども。スーツの方は核今うまく使いそうな感じがしますが。柴田先生ね、五段の腕前なんですよ。はい、まあ五段といっても結構強い五段の腕前なんで。あ、そうなんですね。はい、ということで、いろいろと柴田先生にお話を伺っていきたいと思います。